2025年型トヨタフォーチュナーは、オフロード性能と洗練されたデザインの完璧な融合として市場に投入されると予想されています。このモデルは、予想される革新により、冒険好きと都市部のドライバーの両方にアピールすると予想されています。アグレッシブでダイナミックなデザイン、新しいフォーチュナーの外観は、全モデルよりもアグレッシブになる可能性があります。大胆なフロントグリルと洗練されたヘッドランプは、車両に道路上でより堂々とした存在感を与えると予想されます。これらのデザイン要素と組み合わされた空力ラインとシャープなエッジは、都市道路とオフロードの両方でそのパフォーマンスを強調すると予想されます。大きな25インチホイールを備えたフォーチュナーは、より名誉ある強力な地位を獲得する可能性があります。豪華でインテリジェントな機能内装は高品質の素材で作られ、優雅にデザインされる予定です。2025年型フォーチュナーには、より大きなデジタルスクリーンが装備され、車両のエンターテイメントシステムとステアリングをよりスムーズに制御できるようになると予想されています。快適なシート、高度な空調コントロール、多機能ステアリングホイールにより、ドライバーと乗客にスムーズで豪華な運転体験が保証されます。2025年型フォーチュナーは、ハイブリッド技術を含む堅牢なエンジンオプションを提供すると予想されています。この車両は、市街地の道路や困難なオフロードの地形で信頼性を提供し、高いパフォーマンスを発揮すると予想されています。アップグレードされた 4WD システムにより、様々な天候や道路状況での安定性と安全性が向上すると予想されています。堅牢なサスペンションシステムと高度なステアリング技術により、フォーチュナーは、起伏のある道路でも安全で快適な乗り心地を提供しそうです。高度な安全性と運転支援システム2025年型フォーチュナーには、最新の安全機能が搭載される予定です。自動緊急ブレーキ、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロールが標準機能になると予想されています。一部の情報源によると、360度カメラシステムも含まれ、駐車が容易になり、大型にもかかわらず車両の操縦性が向上する可能性があります。推定価格帯2025年型トヨタフォーチュナーの価格は確認されていませんが、市場の専門家は6万ドルから8万5000ドルの範囲になると予想しています。価格は様々なオプションや機能によって異なる場合がありますが、この範囲は車両が提供する豪華さとパワーに一致すると予想されます。